けたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここは1球見ました。牽制セーフ。高いですね。危ないボールですよね。そうですね。ここはゾーン内で変化する。引っ張った、取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。0対0、同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。インコース決まってストライク。高めのボール、これはどうか。ボールを拾って先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って大島。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バントしました。ピッチャーが取る、一塁送球、アウト、ワンアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには堂上が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが一打先制のチャンス。早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。なるほど、そうですよね。ファウルになります。さあ2球目は何か。アウトコース、これは見送ってボールです。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。そうですね。またファウル、ワンボールツーストライクです。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。繋げなかったですね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますからここでしっかりと。これはショートライナー。ご覧いただきましょう。抜けようかという当たりだったんですがこの守備に阻まれてしまいました。まあよく追いつきましたよね。先制のチャンスがあったドラゴンズですがそのチャンスを生かせませんでした。3回終わって0対0、同点です。4回の表カープの攻撃、バッターボックスには5番阿部。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとひや打ちました。サード取った、アウト、ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですよね、初球打ちがうまいバッターなんでね、入り方には注意したいですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。打ちました、セカンドが取る、ツーアウトになりました。バッターボックスは7番小園。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。この回の柳2球でアウト、あっという間にツーアウトです。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。次が2球目、ストライクになります。あっという間に2ストライクです。
三振です。3アウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。0対0、両チームまだ無得点です。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターはビシエド。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。赤星さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。やはり1点を先にどうやって取るかという意味でも、とにかくどうやって塁に出るか、どのボールを狙うのかを考えていると思いますね。そんなバッティングができるんでしょうか。膝元インコース、ワンボールツーストライクと追い込みました。アウトコースは外れます。ファウルになります。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。5番バッター高橋、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。床田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。切れていきます。ファウル。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。6番バッター阿部、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。目はボール。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーいかがですか。まあこれは守備が良すぎましたね。ご覧いただきましょう。このスライディングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。いやーこれはいいプレーでしたよね。バッターボックス藤井、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。チャンスだったんでなんとかしたかったんですけどね。まあ切り替えてここで挽回ですよね。そうですね。ツーアウトになっています。2球目は何で来るか。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。148キロ。さあ3球目は何か。内に持ってきました。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。一塁牽制、一塁はセーフ。さあ5球目は何か。変化球タイミング合いません。
フルカウントです。これが6球目。打ちました。小園、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。里崎さん、両投手ともにここまで0点に抑えています。ピッチングご覧になっていかがですか？そうですね、両投手ともに状態は良さそうですしね、本当に丁寧なピッチングでここまで来てますよね。そうですね、こういったピッチングが続いていくんでしょうか。ボールになります。高めに持ってきました。ワンボールツーストライク。打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の床田がバッターボックスです。まあピッチャーの打席なんで、きっちりアウトを取りたいですね。そうですね。アウトコース、ストレートが決まっています。インコース外れてボール。打ちました。セカンドの右抜ける。これがプロ入り初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはなかなかいいバッティングをされました。ピッチャーにヒットが出ています。まあ絶対に仕留めておかないといけない相手でしたよね。打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが柳、そしてカープが床田、この2人の投げ合いとなっています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。次はしっかりと厳しいところにコントロール。3球目打ちました。この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。さあそして打席には野間が入ります。さあ先制を防げるかという場面。投手戦になりそうな雰囲気もありますから、先制を許すわけにはいきませんね。なるほど、そうですね。ランナースタート、セーフ、盗塁成功。初球から決めてきました。高めのボール打った。さあサードランナーはどうする。さあ先制のランナーがタッチアップ。サードランナーホームイン。野間きっちりと犠牲フライを決めました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。もう少し厳しいコースに投げ込みたかったですよね。犠牲フライで先制点を取られています。
まあこの後が大事になってきますね、さあこの場面でバッターボックスには3番の鈴木が入っています。ショート掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回カープ犠牲フライで先に点を取りました。1対0、カープ先制です。赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や変化球のキレも分かってきたと思いますから。打ちました。ヒットになった。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。やっぱりね、バットコントロールがものすごくいいですよね。さあ同点のランナーが一塁です。そしてバッターはピッチャーの柳。ここは送りバントでしょうね。はい、さあ送ってくるか。送ります。トコダセカンド送球、セカンドホースアウト。送りバント失敗。打順はトップに帰って大島。ドラゴンズ同点のランナーが出ています。初球は何で来るか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ここはゴロを打たせるようなボールに打ちました。これは破りました。センター前、大島、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。いや、ナイスバッティングですね。うまくバットが出てましたよね。さあドラゴンズ同点のチャンスを迎えています。そろそろ追いついておきたいですよね。このチャンスをものにしたいですね。なるほど、そうですね。まあここは送るのも一つの手だと思いますね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。これが2球目。バント指示から1点スイングしてきました。うちのボール打った。この打球は落ちるか。どうだ。センターフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには福田が入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあドラゴンズとしては早いうちに追いついておきたいですよね。なるほど、そうですよね。バッターの福田、今シーズン得点圏での打率は2割1分8厘となっています。クリーンナップなんでこの得点